はい、もう適当にタラッとかけてください。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、私の大好きな新玉ねぎを使った超お手軽なレシピを紹介します。いや、ほんと今までなんでこの作り方をしなかったんかなっていうぐらいね、びっくりするぐらい簡単で、この新玉ねぎの甘みを感じられてマジで美味しいんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら新玉ねぎ1個、まあ大きさはこんなもん。今回ちょっと大ぶりのものを使います。はい、味付けはこの2つだけ。こちらね、あの普通の塩コショウでも構いませんし、おすすめはね、ちょっとニンニクの香りとかがついたようなシーズニング系の塩がいいですね。今回私使うのはこのハウス食品さんの香りソルト、ガーリック&オニオンっていうやつ使います。これマジね、何に振りかけてもうまいんで、これ万能でおすすめ。そしてオリーブオイルをまあ適当に使います。ちょっとね、パンチを効かせたい方はごま油を使っていただいても構いません。この辺の分量はもう適当で OK です。材料は以上です。はい、まずはこちら新玉ねぎの皮をすべて剥き取ってください。あいう、皮つるりと剥いてきました。見てこの真っ白でみずみずしい新玉ねぎ、マジうまそう。そうしましたら、こちら根元のところと、はい、頭、まあズボッと落としてください。そしてこの新玉ねぎ、ちょっとね、食べ応えがあった方がいいので、そうだね、5ミリぐらい、5、6ミリ、はい、輪切りにしちゃってください。もうこれ適当で OK ですよ、ズバズバっと。はい、新玉ねぎの方を切り分けましたら、電子レンジにかけても OK なね、耐熱性の器に輪切りにしたこの新玉ねぎ、適当で構いません。ちょっと重ねる感じでね、はい、盛り付けちゃってください。はい、もうこれ本当適当で OK です。丸いお皿なんかに並べていただいても問題なし。そしたらふわっとラップをかけてください。はい、この状態で電子レンジ600ワットで、そうですね、ちょっとね、食感残った方がいい方は3、4分、トロトロで柔らかい方がいい方はね、5、6分電子レンジで加熱してください。はい、レンジにせーっと、こいつで甘さ爆発です。はい、私はね、柔らかい方が好きなんで、600ワットで5分間じっくり加熱してトロットロにしていきます。はいよー、今玉ねぎレンチンして柔らかくしてきました。もう5分やったらね、トロットロになってますからね。わー、めちゃくちゃ甘い香りがする。見てこれ、もうグニョングニョン。はい、もうここまでできたらね、完成したも同然。はい、ここでね、オリーブオイル、ごま油でもいいですよ。はい、もう適当にタラッとかけてください。うまそう。そしてちょっと味付きの塩コショウ、これもお好みでパラパラっと上から、もうね、ちょっと強めにかけといた方が、この塩気とね、玉ねぎの甘みが感じられてマジでうまい。はい、完成。たったこれだけ、輪切りにしてレンチンするだけでマジで美味しい。この食べ方ぜひやってみて。それでは、キュームーポー、いただきます。甘っ。マッツアツトロットロで、この新玉ねぎの甘みが大爆発してる。いや、このオリーブオイルとね、塩コショウマジで相性いい、最高やわ。まあ当たり前か。うん、いや、なんで今までこの食べ方せんかったんかな。ほんとお手軽で、スライスした玉ねぎをチンするだけ、そこにオリーブオイルと塩コショウだけでむちゃくちゃうまい。うん、いや、ほんとね、この新玉ねぎのね、フレッシュな甘みがね、めちゃくちゃ引き立ってて最高です。これうまいわ。2個ぐらいやったらピロッといける。うん、いや、今回はね、オリーブオイルを使って仕上げましたが、マジごま油と塩コショウでもね、めちゃくちゃ相性良くてね、結構お酒にも合ういい感じの味付け、マジで美味しい。うん、いや、新玉ねぎってね、やっぱあんまり保存期間が長くないので、できたら買ってすぐね、使い切りたいと思います。
1,2 個余っちゃったらね、これやってみてください。マジで美味しくて、新玉ねぎの甘みも感じられてペロッといけるんで、むちゃくちゃおすすめ。うん、うますぎ。